じゃこんにちは。はい、さあ、ゆたかさん、はい、海の向こうがすごいことになってます。ああ、鈴木さん。いや、鈴木さん、聖夜鈴木さん。そう、もう本当すごいね。すごいことになってます。まあ、週間 MVP ということで。そうです。ね、はい、大活躍。そうですよ。これ、何年か前の大谷選手以来ですよね。うん、この新人で週間 MVP 氏が。そうだね。はい、とも簡単に打ってるというね。すごいですよ。で、今、この時点なんですけれども、連続の安打数。まあそうだね、安打数というか、試合数も、はい、試合数 も、もう岩村選手に、まあはい、岩村さんに並びましたし、すごい。まあこれね、いいスタート切れるか切れないかっていうのは、はい、すごく大事だったと思うんだよね。はい、これなかなかヒットが出なかったら、うん、もうなんていうの、トラウマというかさ、壺にはまっちゃって出口が見えないみたいなような状態になってたと思うんだけど、はい、最初にポンポンと出たからね、でホームランもポンと出たから、はい、これが良かったよね。あ、そこでやっぱりその勢いというか波に乗れたっていうところなんですか。まあ、個人的にはそうかもわからないけど、うん、やっぱこう大型契約をして入ったっていうのはチームメイトも知ってるんだよね。はい、で敵地行っても、はい、例えば申告敬遠を食らった時にブーイングが起きるぐらいだから、それって、いやそのぐらいやっぱ鈴木誠也のバッティングを見たいという敵チームの地元のファンが、はい、まあ、そういうことになってる。うん、で結果をポンと出したっていうことが、はい、やっぱチームに溶け込む要因の一つなんだよね。はい、そこにいいスタートが切れたっていうことが、はい、本人ならず、はい、やっぱチームメイトも安心したんじゃない。ああ、チームメイトもってことなんですね。まあ、チームメイトっていうかチームの一員としてやっぱ仲間に入りやすいというか、はい、受け入れやすいというか、はい、まあ、そういうことが大きいよね。活躍したらここまで活躍できてるのは何に対応できて、うん、やっぱね、速いボールだよね。でもその日本球界の時に、うん、じゃあすごく速いボールを打ってたかっていうと、メジャー級のそうではないんですか。日本とアメリカの極端な違いっていうのは、はい、まあ、日本のピッチャーって相手主体なんだよ。うん、だから相手鈴木誠也の弱点を攻める。あ、ね、弱点を攻めながら自分のいいボールを生かしていく。はい、アメリカの選手って、うん、自分のいいボールで勝負をしてくる。だから相手の弱点とかいうよりも、まあ、もちろんクレーバーな選手は相手の弱点というのを見つけ出し、そこを攻め出すんだけども、まだそこまでのデータがないよね、鈴木に対して。 で、そしたら自分のいいボールで勝負したい、投げやすい球でいきたい、それを打ち返されている。だから極端な話を言うと、鈴木誠也の苦手なところは投げられてないよね、まだ。まだそうです。でうん、だから得意なところを投げて得意げに打ってるという。これがじゃあやっぱり、でも森内聞けよ、はい、そこでも調子悪かったら打てないからな。あ、そういうものなんですね。うん、だけどやっぱ状態もいいんだと、鈴木誠也。あ、そうか、うん、だって今シーズンってメジャーって始まるのも遅かったですし、うん、ほとんどそのキャンプなんてなかったじゃないですか。そのわずかな期間でポンって入って対応できちゃうんですよ。いや、それはね、緊張感が違うよ。そまあ何年か経って、ね、はい、ね、自分の確たる地位があれば、うん、まあ、例えば春先はまだいいよみたいな、うん、徐々に上げていくからみたいな、うん、そんな感じでいいんだけど、うん、やっぱ最初が肝心だから。そうですよね、最初のインパクトって絶対忘れないから、みんなって、はい、だからいいインパクトを残したよ。ただ必ずマークはされるし、うん、ね、ひっくり返されるよ。あ、際どいとこに、際どいとこ来るよ、絶対に。そうですよね。だからその時にどう対応が効くかだよね。そうですね。あとある方が言ってたのは、そのすごいなっていうのが、そのムービングボール、いわゆるそれにも対応できてるのがすごいっておっしゃったんですけど、やっぱ日本とメジャーでそうですか、その動く、いわゆるこういうボールって、うんうん、だってさ、日本にも優秀な外国人って来てるよね、はい、うん、ピッチャーの中でね。そうですよね。うん、で、まっすぐもアメリカより速いピッチャーがいるし、日本にはね、はい、そういうのも見てきてるし、だからそんなに驚くボールはないと思う。そうなんですね。うん、ただ超一流に当たった時には、はい、面食らうかもわかんないけども、まあそんなに臆することもないと思う。あと、まあ現時点でなんですけれども、三冠、打率、打点、ホームランの今全部が3位以内に入ってるんですよ。これもしかして三冠王ってあるんですか、シーズン終わったら。鈴木誠也選手、まあいきなりの三冠王ってどうかなと思うけど、はい、でも鈴木誠也は首位打者も取ってるし、はい、まあ
ホームランも打てるしね、はい、で日本よりは明らかにホームランができるようなところには投げてきてくれると思うんだよ、はい、だそれを打ち返されるかどうか、うんうん、だから可能性としたらなくはないよね。断ったらすごいことになりますよね。いやすごいよ。いないですからね、もちろん日本人で。いや、いないし、そりゃ大谷は二刀流で行くわ、はい、鈴木は三冠王ってなってくると、はい、もうアメリカメディア、もう日本に全部来るんじゃないの。アメリカでメジャーとマイナーを行き来するんだったら、日本で技術を磨いてメジャーに行きたいとか、はい、だから若い有望な選手が3年でいいから日本でやらせてくれとか、はい、安くていいとか、はい、そういう時代になってくるもんね。いや、そうですよね。でもさ、はい、日本の野球は教育の場じゃないってそうですよね、逆輸入の場じゃないっていうね確かにありますね。いや、だからそういうね、やっぱ日本の教え方とか、うん、技術を習得していく素晴らしさとか、はい、まあ練習とかね、うん、そういうのは絶対認められると思うんだよね、はい、うん、だからメジャーメジャーって言うけども、うん、若い子なんか特にそうだと思うんだけど、はい、いやだけど日本でしっかりしたものができれば、うん、アメリカ行っても通用するよっていう。そうですよね。これ2人が証明してるわけだしさ、過去にもそうでしょ、はい、まあ、ピッチャーがまっすぐ速いだけじゃダメだけども、フォークボールがあればなんとか勝てる、うん、野手で言えば、まあ、アベレージヒッター、はい、まあ、イチローみたいな、もうとにかく3秒揃ってる選手だったらいけるとかね、うん、でパワーだったら、まあ、今年の鈴木誠也とか、はい、松井秀喜とか、うん、まあ、そういう人も通用する、うん、でも何かかけるとやっぱ辛い思いするよね。そうですね。だからその若い子は、例えば大谷を目指す鈴木誠也、うん、まあ、過去に治療を目指すとか、うん、まあ、いろんな選手のタイプが向こうで活躍して成功してるから、はい、だから夢があるよね。そうですね、なんか夢を本当に見させてくれてるような活躍を、まあ、そうだね、はい、してくれてるのですごく日本人として誇らしいなと思うんですけれども、うん、さあそして、まあ、今は鈴木誠也選手ホームラン現時点で4本で、うん、1本差で、まあ、追ってたら変ですけど、今大谷選手が、はい、ホームラン3本出ました。1本でだ、ポンポン出るから。もう大丈夫ですか？あ、ちょっとね、出始めってかかとに体重が来てて、はい、外のボールの対応が悪かったんだよね、うん、でもまあそれも徐々に解消されてきて、はい、まあ、打つね。打つのはじゃあここから調子また上げてくるぞという感じ。いや、まだまだいくと、ね、まだまだ。ただその投げる方でちょっと今防御率が 7.56 と、うん、あまりその投げる方はバランスが悪いね、ちょっとね、うん、それは見ていてどう感じますか？なんなのかね、うん、まあ、言えば比率的に言えば、バッターも10、ピッチャーも10じゃないよね、はい、まあ、2つ合わせて10とすれば、まあ、バッターが7、あー、ピッチャーが3ぐらいの意識しかないような感じがするんだよ、はい、うん、それはもちろんマウンドに立ったら勝ちたいだろうし、だけど普段からやっぱバッティングのことが7考えて、ピッチングのことは3しか考えてないのかなっていうような、うん、まあ、そんな受け方をするんだよ、まあ、3でも勝てるピッチャーなんだよね、能力があるから、はい、うん、でもこれバッティングが上がってきたから、うん、ホームランもポンポンと出てね、はい、今度ピッチングで見せてくれるんだよ、おと思うよ。次回登板あたりでやってくれるんじゃない？やってくれると思う。でやっぱり2桁を見たいっていう日本のファンの方もいらっしゃるんで、今シーズンピッチャーそうですね、バッターで2桁ってどんなのかいやいやちょっと分かんない。いや、2桁というか、いや2桁ホームランを打ってるよなとか。そうですね、まあ2桁な、はい、まあでも、うん、勝つんじゃない、普通にいけば。まあ打ってくれないと、まあそうですね、打ってくれないと、てめえが打てよっていうような感じで、自分で投げて自分で打てよって、まあ言っても1番だから、はい、まあ、チャンスもそんなないだろうしね、うん、チャンスで打席に立つっていうことは、はい、自分がチャンスメイクする方だからさ、1番って、はい、あれはやっぱり4番とか打たせてくれたらいいなと思うんだけど、やっぱなんかそのピッチャーやるときと なんか兼ね合いがやっぱあるんですかね。なんだろうね、はい、そこはちょっと分からないんですけど、まあでも足も速いしな。そうですね、もう本当抜群だよね。まあ、鈴木誠也もそうだけどね、はい、いやでもただ本当にやっぱ鈴木誠也選手が今本当にすごい活躍をしているので、やっぱり連日鈴木誠也選手フィーバーにはなってますよね。嬉しいな、はい、そしてそうです、忘れてはいけないのはダルビッシュ投手です。前回やられたけど昨日のピッチング、はい、完
っぱないな、はい、ビシビシ言ってたな、うん、いやすごいです、やっぱね、やっぱいいダルビッシュはやっぱ最高の俺ピッチャーだと思うけどな、サイヤング取る取る言ってますもんね、だからいや取ってほしいんだよ、うん、さあ彼がアメリカに渡ったのは世界一のピッチャーになるために渡ったんだから、はい、ね、お金うんぬんそんなあんま関係ない、うん、世界一のピッチャーを目指してアメリカに飛んでるわけだから、はい、まあ、頑張ってほしいよね、そうですね、でもあの球はなかなか打ってんぞ、いや無理ですよでなんかダルビッシュ投手は安定して年間通して見られるなっていうピッチャーですよ ね、まあ、そうだよね、特になんか、うん、ただ前回悪かっただけにね、そうですね、前回は今回心配したけどやっぱりしっかり調整してくるね、うん、そうですね、うん、でもメジャーでもどうなんですか、やっぱりこのちょっと5月とか、はい、まあ、夏頃になってくると若干やっぱり疲れだったりとか、特にそりゃそうだよ、休みはないもんね、ですよね、特に鈴木誠也選手は初めてのメジャーの経験なので、やっぱりこう、ね、あとマークされたりっていうのも出てくると思うんですけど、まあ、そうだね、だからスランプに入った時に日本でやっぱスランプがちょっと長い時期があるんだよね、だからそれを本当に短くしないとね、はい、まあ初年度は緊張感もずっと続くだろうし、うん、活躍すると思うよ、そうですね、うん、まあね、今年もメジャーリーグ、湯田さん、このチャンネルでは、ね、はい、日本人選手を追っていきましょう。はい、はい。